さあ最後のチャレンジいきましょう。最後のチャレンジはこちらです。隠れた相棒を見つけ出せ、サーバンプドアチャレンジ。よっよっ。さあ今から5つのドアが登場します。そこに今回は主が隠れます。よろしいですか。そしてサブクラスとですね、サーバンプは、その主がいてる番号、ドアの番号を当ててくださいということです。それ見事正解すると1ポイント、はい、それ一応質問タイムを設けますので、ね、ドアの中の自分のね相棒のちょっと向けてのちょっと質問していただいて、その答えで相棒は何番やと当ててください、はい、よろしいでしょうか。じゃあお互い主の方は、ドアの方に隠れてください、はい、主の方じゃあいってらっしゃい、はい、皆さん後ろ見ないようにね、いってらっしゃい、後ろ見ないようにしてください。なんでわざわざドアから入るのなんか入りたくなりません、開けたくなっちゃう、はい、ちょっと映像にどこで誰が何番とか見えますので、後ろ見ちゃいけないんですよね、はい、今後ろでシャッフルしてますからね、よろしいでしょうか。決まり次第昼の部で気になったんですけど、はい、今の若い子ってホワイトデーに何をあげるの。あ、気になる気になる。定番定番クッキー、キャンディー、キャンディー、ハンカチ、マシュマロね。あ、マシュマロ、白いわ、おしゃれ。いや、昼の部でね、ほぼクッキーとキャンディーだったんだよね。そうね、うん、マカロン、おっしゃれ、マカロンか、おしゃれですね、喜ばれそうですね、マカロンね。そっか、でも今はね、友チョコってあるからね、女性がバレンタインにあげて女性から返されるっていうことがあるのか、うん、ってことはさ、友チョコはさ、14日、2月の14日にこうあげてもらうじゃん、うん、ってことはホワイトデーでそれはもう何もしないってこと、もう一回やんの。それはそれであげるんじゃん、お返しし合うんじゃない。お菓子業界儲かりますね、そうですね、2日もあるんだもんな、2ヶ月連続で。さあ準備の方が整いましたので、皆さん相手を当てるためにまず質問受け付けますので、挙手で挙げてください。どうぞ質問。はい、あ、どうぞ。あ、譲った、えらい譲りましたね。じゃあ、 あれ、堀江さんいつ MC に間違えちゃった、間違えちゃった、間違えちゃった間違えた。せっかく選んでいただいたから、カジさんお願いします。選ばれたカジです。はい、皆さんに質問です。本体はメガネですか。あ、この質問はメガネをかけているかだけじゃないです。本体がメガネかどこかですよね。取った場合誰かわからなくなるやつを僕は探しています。はい、それを質問でお願いします。すごい質問、はい、皆さん大丈夫ですか。本体はメガネですかと。じゃあ1番の方お答えください。本体はメガネですか。よく知っているんですけれど残念ながら僕はメガネ立て掛け器じゃなくて、はい、あのメガネでもないです。普通の人です。はい、かわいいな、なんか。じゃあ2番の方。はいはいはい、じゃあまず全員に聞いていく感じですか。2番の方。2番の方か。はい、本体はメガネですか。メガネはかけたことはあります。誰誰なんだなんだ、誰誰、すごいまったりしてますね。誰が誰やってはるの。本体かどうかって言われるとちょっとよくわかんないです。誰でしょうね、全然わかんない。何何何？何で？なぜ？何が起きた？じゃあ3番の方。本体は本体はメガネですか？メガネは顔の一部です。え？なんて言いました？自分の一部？メガネは顔の一部です。全然わからない。ステージ上はなんか全然わかってないんですけど、うん、皆さんは聞こえてるんですよね。見えてるしね、一部、ね、うん、そっか、そう、わかる、以上以上ですって。あ、以上です、はい、全然わかんない、ね、じゃあ4番。いや、なになになに、答えてくれ。映っただけで、
メガネを外したら誰だかわからなくなるっていう意味がわかりません。ですね。そんな人間はいません。置く場所あれおかしいな。全然わかんないな。顔にこちらからは以上です。顔に見えてきた。はい、アイタンス。さあ最後5番の方、質問をお答えください。本体はメガネ。すごいリアクションですね。 何が起きてるんですかね。ねえ、わかんない。みんなそんな本体がメガネの人に興奮してるんですか。そういうこと。はい、メガネはみんなその喋り方、時として本体なりますおなる、時としてなる。全員一緒じゃんだって言ってるのこと、なんか難しいっすね。そうですね。じゃあ質問もう一個受け付けますよ、はいはいはい、リアクションがすごいんだよ。じゃあ行きましょう、はい、どうぞ。好きな食べ物は何ですか。シンプル、シンプルですね。それ聞いちゃダメなやつだよ。かわいい質問だな。すぐ分かっちゃう。シンプル。さあ一番の方、好きな食べ物は何でしょう。切れてる。なんか好きな食べ物とかよくわかんないし。なんか好きって何どういうこと。何が好きなの。なんかよくわかんない。なんかさ、いつもそういうこと言うよね。ちょっとなんか一番の方喋りすぎなんですけど。大丈夫。何言うてるか。怖い。いやちょっとすごい、めっちゃ怒ってる。ちょっと君頭大丈夫これ。あれへこんでる。へこんだ。なんでよ、なんで急に。さあ2番の方、好きな食べ物、好きな食べ物なんでしょう。なんでわかんないんだよ。なんでそこに入るとみんなわかんなくなるんだよ。みんなイライラしてますけど。なんでカリカリしてる。3番、好きな食べ物なんでしょう。めっちゃ笑ってるやん、めっちゃ笑ってるやん。なんかみんな変なキノコ食べてますよねこれ。大丈夫。食べたいものはいっぱいありますと。いっぱいあります。何ですか。大好きなもの。食べたいのは、はい、パンです。パン、パン、パン、笑ってる。パン、パン、パンと答えだとめっちゃ笑ってます。はい、パンが好きなんですか。じゃあ4番、怖い怖い怖い。後ろ怖い。4番、大丈夫。後ろめっちゃ笑ってるんですよ、みんな。4番の人面白い。いやいや。なんでみんな女子になってんの。そこで友情を育まないでください。4番の方、好きな食べ物は、うん、何、多分相方なら分かってくれると思うんですけど。え、グミです。グミ、グミです。グミ、なんでみんな別人を装うの。グミ、グミです。グミ、さあ最後グミですね。5番、笑ってる、また笑ってる。なんかね、次めっちゃ笑ってる。なんか誰なんだ、全然わかんない。次やって、いやいや、次5番の方、大丈夫ですか。あなたたち、なんか誰、俺この人なんか笑わかったな、笑い方で。あなた大丈夫ですか。5番、以上です。いや全然答えてへん。なんもわかんねえ。以上やあれへんから。なんもわかんねえ。やばい、わかんない。なんかね、後ろ行くとぶっ飛ぶんですよ、みんな。なんかなんでか全然わかんない。ちょっとやばいですね。わかんないか知りませんが、質問タイム終了。終わりないじゃん。
いやこれ無理だよ。無理だよ、全然怖い。まあ、そう一体何言ってるか分からない。みんな別人完全さ、回答者の皆さん自分のパートナーおると思われるドアの前へ行ってください。30秒以内に。いや、良平くん違う、4番は俺だと思う。絶対そうだと思う。1番空いてますよ。どうでしょう。これここじゃない。さあ30秒の間ですよ。いいですか、2番行っても。2番、僕たち2番、2番かなって。おー、分かんない。終了。分かんねえ、全然分かんない。今湧いてましたよね、移動したら。そのリアクションは何の。そう、皆さん合ってるのかな、分かんないけど。3が2人いらっしゃるということですか。2ですね。2が憂鬱で。そうですね、はいはい、分かりました。じゃあ1番の、そうですね、強欲チーム、木村さん正解見てみましょう。オープンザドア、正解。すごい、強欲チーム、すごい、1ポイント。さあすごいですね、さっきからパーフェクトに。さあ続いてユーツチーム、お、さあ鈴木さんいらっしゃるでしょうか。オープンザドア、せーの、ドン。やったやった、すごい、みんなすごい。なんかだんだんプレッシャーになってきたの。そうですね、いやこれ後半に行くほどきついですね。きついね。じゃあそうですね、3番傲慢チーム、さあ小野さんはいらっしゃるでしょうか。オープンザドア。あ、正解。かわいいリアクション。ありがとう、ありがとう。ああいう、めっちゃ嬉しいですね、これ。あら、いや、いいですね。いや、よかった。いい感じで。いいですよ。やばい、確かにこれ当たった。いや、僕4号自信あります。そうですか。カイさん4番にいらっしゃるんですね、今。4番います。はい、僕5番ですか。はい、わかりました。じゃあ4番カジさん、正解見てみましょうか。同時に、同時じゃない。そうです、同時にいいですよ。同時でいきますよ。さあ何が起こってるか、これではっきりするでしょう。4号同時にオープンザドア。おー、テラシー、カジ君ありがとう。本体の方が正解だ。本体だ。テラシーやめてー。いやー、カジ君ちょっと誰だ誰だ誰 だ, 誰だ、上がってきたらダメだよ君。ちゃんと戻ってキャプテン。俺だよ。ダメダメダメ、みんな俺だよ。ちょっと待った、不審者がいます。俺だよ。テラシ俺だよ。ちょ、とりあえず嘘でもいいから置いてみて。嘘でもいいから。騙されたと思って。え、嘘だよ絶対。あ、テラシー、カジ君よかった。よかったグミ好き、グミ好きだろ。グミかすごい、みんな合ってた。なんか5番の下りごめんなさい。大丈夫です、全然平気。大丈夫、あの、大丈夫、終わってる。裏でなんかされてない。でもなんか笑い方で分かった。さあここで全てのチャレンジ終了です。